天地万物の作り主なる神様、あなたをお父様と呼べることを感謝いたします。与えられましたこの安息日にあなたを礼拝しようとここに集っております。どうぞこの礼拝をお受け入れください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。おはようございます。気持ちの良い安息日、皆様と共に礼拝できますことを感謝いたします。それでは聖書朗読をいたします。今朝選ばれました御言葉はコリント人への第二の手紙7章8節から10節、コリント人への第二の手紙7章8節から10節です。新約聖書口語訳では285ページ、新共同訳では333ページとなります。それでは口語訳でお読みいたします。そこでたとえあの手紙であなた方を悲しませたとしても、私はそれを悔いていない。あの手紙がしばらくの間ではあるが、あなた方を悲しませたのを見て悔いたとしても、今は喜んでいる。それはあなた方が悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めるに至ったからである。あなた方がそのように悲しんだのは神の御心に沿ったことであって、私たちからは何の損害も受けなかったのである。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いを得させる悔い改めに導き、この世の悲しみは死を来たらせる。それでは開会賛美歌6番を共に賛美いたしましょう。どうぞご起立ください。
おできになる方はひざまずいていただいて、難しい方はお座りになって、共にお祈りを捧げしたいと思います。私たちの創造主である天の神様、一週間あなたに守られて、この聖なる安息日、皆様と共にあなたを礼拝賛美できます特権を心より感謝いたします。この一週間、あなたの前にふさわしくない行いや思いが数多くありました。どうぞあなたが私たちを許しください。そして清めてくださり、この礼拝に参加するにふさわしいものとさせてください。またこの一週間、辛いことや悲しいこともありました。あなたが私たちの一人一人の思いをご存じていてくださいますことを感謝いたします。安息日の平安をどうぞ豊かにお与えください。今朝永田先生を通してあなたからのメッセージを受け取ろうとしております。どうぞ先生の口を清め、語るべきことを語ることができますよう、先生を豊かにお支えください。またこの来たる1週間、そのメッセージを通して私たちが生きていくことができますように、私たちの信仰もお支えください。困難に直面している方が多くいらっしゃいます。紛争の中にある方、災害を受けられた方、また病の中にある方を覚えております。どうぞあなたが一人一人に必要な助けを与えくださいますように、この礼拝の時間を心より感謝し、愛する主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは礼拝献金を捧げしたいと思います。この献金は教会の活動のため、また日本世界の伝道のために用いられます。11その他諸献金をご準備の方は共にお捧げください。ではお祈りをいたします。天の神様、私たちの生活をいつも支え、またなくてはならぬものをいつも準備くださいますことを感謝いたします。その中からわずかではありますがあなたにお返ししようとしております。どうぞこの献金をあなたが豊かにお持ちください。また捧げてくださる一人一人をどうぞあなたが豊かに祝福してくださいますように、また私たちの心も共にお捧げすることができますように感謝して、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時の問題がなり。アーメン。
今朝の礼拝説教は当教会の長老、また隣の病院のチャプレンであられます永田秀子先生によりまして、死者テトスという題でメッセージを取り継いでいただきます。その前に聖歌隊によりまして献唱がございます。おはようございます。ちょっとお待ちください。ちょっと今朝ある姉妹から、今日は私たちがテストされるかと思いましたと言われました。字が少し似てますけど、教会員のテストではありません。使徒テストスという人のことに今日は注目してみたいと思いました。今朝この説教を仕上げるために早起きして準備をしていましたら、私の家のネット環境がダウンしてしまいまして、特にネットは必要でなかったんですけど、その環境がこうダウンすることでですね、結構こう心が乱されることを思いましたら、イエスにだけ頼りなさいというメッセージを取り継ぐはずの私がですね、ネットにどれだけ頼っているのかということを改めて気づかされて、その時にもう一度祈る機会をもらいました。別の意味で本当にこうそういうものが取り去られたときに、もう一度心を静めて神様に祈る必要があると思いました。今日はコリント人への第二の手紙を開いて神様のことを学びたいと思います。この第一第二の手紙の中には非常に重要なことが記されておりますし、本当に何日かけても何年かけても十分ではないのですけれど、今日はその中で
パウロとコリントの人々との架け橋となったテトスという若者に焦点を当てて、人をご自分のもとに引き戻そうとする神様の思いを味わってみたいと思います。またそれに用いられる人々のことも考えてみたいと思います。今日の先ほどお読みいただきました、ところのですね、その一部とその次のところをお読みします。コリント人への第二の手紙7章の10節からお読みします。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いを得させる悔い改めに導き、この世の悲しみは死を来たらせる。見よ、神の御心に沿ったその悲しみがどんなにか熱情をあなた方に起こさせたことか。パウロはご存知の通り、イエスに従う人々をことごとく迫害していた人であります。ユダヤ人の中のユダヤ人。しかしその迫害の働きの中でキリストと出会い、180度変えられ、またキリストを述べ伝える働きについた人であります。当時はその弟子となった人たちもユダヤという大きな壁の中におりましたから、彼らにとってはユダヤ人のクリスチャン、これが彼らがイエスに従うものと考えていた人々でした。それ以外の人々にはほとんど関心を持っていませんでした。ユダヤ人以外の人々、つまり異邦人と聖書の中で語られている人たち、その人々への伝道をイエスに託されたパウロが、いろんな経験を経てエーゲ海の沿岸地方に伝道に出かけたことが使徒行伝に記されています。このような価値観の大変換をパウロは経験しました。テトスという人が聖書の中に登場するのは、多分時期的にこれが最初なのだと思いますが、ガラティア人への手紙の2章の中にパウロがこのように書いています。しかし私が連れていたテトスでさえギリシャ人であったのに割礼を強いられなかった。福音の真理があなた方のもとに常にとどまっているように、瞬時も彼らの教養に屈服しなかった。パウロの第一次第二次伝道旅行の間にパウロはエルサレムに帰って、その重要な会議に出席しました。先ほど言いましたように、当時のクリスチャンはほとんどユダヤからの改宗者で、キリスト者になるということはユダヤ人であることが前提でありましたから、異邦人はまずユダヤ人になってから、つまり割礼を受けてからクリスチャンになるのだと考えていました。それは当時の人々の本当に当然と考えていたことでありました。その考えを覆すためにパウロはこのエルサレムで行われた重要な会議にギリシャ人である若者、有望な弟子テトスを連れて行って、ご覧なさい、この人はギリシャ人ですが、この人が割礼を受ける必要はないと思うと彼は堂々と訴えたわけです。この記事によってテトスという人はギリシャ人であったということがわかります。実際に聖書の中にはテトスに関してのあまり情報がないのです。どういう家族なのかも記されていませんが、ギリシャ人であった、つまりユダヤ人からは
異邦人と思われていた人であります。パウロはテトスのことをこのように表現しています。私の協力者、諸教会の使者、キリストの栄光、私の真実の子。そして別のところではテトスへの手紙の中に、急いで私のところに来なさいと、彼に近くにいてほしい、そのような思いも書いています。また別のところでは、あなたは軽んじられてはならないと書いていますから、結構若かったのだと思います。エレン・ホワイトはこのように書いています。パウロは伝道の務めのために青年を訓練することを彼の働きの一部にしていた。パウロは彼らを彼の伝道旅行に同伴し、彼らは後に責任ある地位を占めることができるようになる経験を得たのである。この伝道旅行に若い人たちを連れて行き、若い人たちにたくさんの役割を与えていたようです。これはパウロが巡ったあたりの地図です。実はですね、これはですね、私がこの説教を書くのに行き詰まったときに、この地図を書くことで頭を整理していました。手書きですので、 あまり詳しい正確な地図ではないんですけれど、使徒行伝の19章を読むと、パウロが第三次伝道旅行に出かけたときに、エペソ、黄色い字で書いてある右側のエペソに3年間滞在したと書かれています。要はその第三次旅行のところからテトスについて見ていきたいと思っています。このエペソにいた3年間の間、パウロはエペソの人々に伝道して多くの改心者を得ましたし、また悪霊に勝利し、また魔術師やそういうものの書籍が大量に焼却されたということ、しばらく前のガイドの学びでも詳しく学んだ部分でありますけれど、大きな働きをエペソでいたしましたが、同時にパウロはエペソにいる間に、以前の伝道旅行で伝道したその地域の周りの地域の人々にも手紙を送って、様子を見て、そして彼らと交流して励ましていたようであります。その中にコリントの教会がありました。コリントはパウロにとって気がかりな場所でありました。パウロがエペソにいる間にコリントの人たちとやり取りした手紙があります。それがコリント人への手紙の第一の手紙や、また献石の手紙というのが、多くの学者たちはもう一通の手紙でないかと言われていますけど、エレン・ホワイトはあの手紙というふうに書いてますから、第一コリントと同じように考えているのか、そのあたりは私にはよく分かりませんでしたが、しかし一番上を見ると、コリント人の第一の手紙の中に前に書いたようにというふうに表現されていますので、第一の手紙の前に厳しい手紙を一回送っているようであります。上から2番目の青い線を見ると、これはコリントの人たちからの連絡です。いろんな問題に関して、こういう場合はどうしたらよいでしょうかという質問状が送られていたようです。これは残っている手紙はないそうなのですけど、第一コリントの中を見ると、彼らの問い合わせた内容がたくさん書かれていますので、そのような手紙があったと思われます。またその記録の中に、コリントの中にパウロが信頼していたクロエ家という家の人が、コリントの様子をエペソにいるパウロのところに
報告に来たことが記されていますので、その中でコリントのあまり良くない状況を報告したということが言われています。パウロはコリントには第二次伝道旅行の時に1年半滞在したと言われています。この前に1年半滞在したのですが、その間に多くの人たちがパウロの教えを受け入れてキリストに従う決心をしたのですけれど、この地域は港町で繁栄した町であり、物質的にすごく恵まれていたところです。それだけにたくさんの誘惑がありました。また海運の安全、また商売繁盛を願うために偶像礼拝の盛んなところでありました。そういう町でパウロが熱心に伝道した後、去った後にまた元のように戻りつつあったのは確かでありました。ですから一番上のパウロからの手紙に昔の傾向に戻る警告の手紙を書いたと言われています。またコリントの人たちからの質問状というのは、どこか彼らが好きな答えをもらえるような非常に作為的な質問をしたのではないかと思います。コリント人の第一の手紙を見ると、パウロがそういう質問に対して本当はというふうに言い換えていることがたくさんあります。パウロが去った後に影響力を持つ人たちが現れて、まあ、パウロはご存知のようにあまり見栄えのする人ではなかったようです。そしてあまり雄弁な人でもなかったかと思います。説得力のある大きな声でこのようにこう伝道する人ではなかったのかと思います。それに比べてもっとこう頼りがいのある伝道者たちがやってきて、パウロの教えを曲げて、いやそういう意味でなくて、非常に丸く教えた人たちもいたのかと思います。コリントの人たちは元の価値観に戻ろうとしていた。その時にパウロが送った手紙がコリント人への第一の手紙だと言われています。そして献石の涙の手紙と伝統的に言われている手紙がこの第一の手紙との中に含まれているのか別にあるのか、それは私自身も今回の研究ではっきりとどうとは言えないなと思いました。パウロはコリント人への手紙の第一の手紙5章のところで、彼の肉が滅ぼされてもその霊が主の裁きの日に救われるように、あなた方が誇っているのはよろしくない。あなた方は少しのパン種が粉の塊全体を膨らませることを知らないのかと言っています。五章の最初のところで述べられているのは、この集会の中に不貧困があるということを聞いている。でもその集会では愛の共同体ということで、それを曖昧に見過ごしていたことを彼らが誇っていたということがわかります。パウロが誇っているのは良くないと責めました。コリントの集会の人たちが不貧困を見過ごしていたことを誇りとパウロが受け取っているのは興味深いところであります。つまり集会の人々が神の位置に立って許しているつもりなのかと問うているのではないでしょうか。神様が私たちの罪を許すためにキリストイエスが十字架にかかって命を差し出すことが必要でした。これが私たちの罪のただ一つの
処分であります。キリストは何のために命を捨てたのでしょうか。そのように曖昧にできるのなら、キリストは私たちを救うために、私たちの罪の代わりにその罪を引き受けてくださったのです。パウロが言っているのは、その人をそのまま放っておくと彼の魂は失われてしまう。その人が救われるために厳しい処断は必要なのだと語りました。これはある意味でコミュニティの中、職場の中、あるいは教会の中のいろんな問題にも言えることかもしれません。それを指摘するのは、その人を責めるのではなく、その人のその行いを問題とする。私たちはなかなかこの区別が難しいと思います。何か注意されると、私はダメなのかと思ってしまう。私が否定されたと思ってしまう。そういうようなことがよく起こりますが、そうではなく、そのことが問題なのだ。そのことはいけないのだということを示すときに、その人がダメなのだと言っているのではないということを、この箇所でパウロは彼をサタンに渡してしまうと言いました。全く教会のこのコミュニティの支えがなくなったときに、彼が本当に神に立ち返るチャンスなのだと言っているのです。さて、使徒行伝19章では、これらのことがあった後、パウロは御霊に感じてマケドニア、アカヤを通ってエルサレムへ行く決心をした。エペソを去ろうとした時の記事です。これはルカが書いたもので、パウロがこうだと言っているわけでなく、ルカがそのようにパウロが決心したというふうに記録しています。正確な記録だと思います。エペソにいたパウロが右下の奥の方にあるエルサレムに帰るのに、マケドニアを通ってアカヤを通ってエルサレムに帰るという方法を選んだのです。御霊の導きで、そして彼の思いもありました。なぜ東の方に帰るのに西を通って行こうとしたのか。御霊の導きであり、彼の必要でもありました。わざわざこちらを通りたかった思いもパウロにあったかと思います。コリントの信徒のことが彼の中にはあったかと思います。使徒行伝の中には、20章の中にこのように書かれています。騒ぎが止んだ後、パウロは弟子たちを呼び集めて激励を与えた上、別れの挨拶を述べ、マケドニアへ向かって出発した。そしてその地方を通り、多くの言葉で人々を励ました後、ギリシャに来た。彼はそこで3ヶ月を過ごした。ルカの記録では、彼らはエペソを出てマケドニアを通り、ギリシャ、つまりコリントへ行き3ヶ月過ごした、とても速いスピードで書かれていますが、実はエペソを出てからギリシャに着くまでの間のパウロの苦悩がコリント人への第二の手紙に記されています。この中には多くの時間が過ぎているようです。コリント人への第二の手紙にこのように書かれています。さて、キリストの福音のためにトロアスに行ったとき、私のために主の門が開かれていたにもかかわらず、兄弟テトスに会えなかったので、私は気が気でなく、人々に分かれてマケドニアに出かけていった。
エペソを出てトロアスに行って、そこで良い伝道をしていましたが、パウロはテトスに会えなくて気が気でなく旅を進めたことが分かります。なぜテトスに会えなくて心配になったのか、それはテトスがパウロのあの厳しい手紙をコリントに届けた人だったからです。パウロは愛を持って厳しい嫌責の手紙をテトスに託しました。そしてその手紙を受け取ったコリントの人たちの反応をパウロはとても知りたかったのだと思います。一刻も早くコリントに届けたテトスが帰ってきて、その様子を教えてくれるのを待っていたのでした。そこで会えると思っていましたが、失礼しました。会えなかったのでテトスを待てずに旅を進めてマケドニアに出かけていきました。黄色いところがトロアスです。エペソの北の方になります。ここでパウロはテトスに会うつもりでいました。エレン・ホワイトはこの頃のパウロの悩みをこのように記しています。パウロは手紙を出した後で自分の書いたことが自分が助けたいと望んでいるその人々に深い傷を負わせすぎたのではないかと恐れた。自分は事を処するのに厳しすぎはなかったか、厳しすぎはしなかっただろうかという危惧の念が心にのしかかった。患難から栄光への中に、ホワイト夫人はこのように書いています。パウロは、すいません。申し訳ないです。すいません。テトスを待てずにこのマケドニア州の方に出かけていったと書かれています。マケドニアに着いたときに、さてマケドニアに着いたとき私たちの身に少しの休みもなく、さまざまな困難に遭い、外には戦い、内には恐れがあった。パウロのこの悩みは何だったのでしょうか。コリントの人たちに嫌われてしまうのではないかという恐れでしょうか。もう先生と敬われない、慕われないということでしょうか。もちろんそうではないです。パウロはコリントの人々が自分の知恵に頼り、またもともと持っていた性質に戻り、次第にキリストから離れてしまうのではないかと、そのことを恐れていました。しかし自分の書いた手紙の書き方が厳しすぎたので、彼らはもっともっとキリストから離れるのではないか、キリストの十字架が台無しになるのではないかとパウロは恐れていたと思います。しかし後半に、しかるに打ちしおれているものを慰める神はテトスの到来によって私たちを慰めてくださったとあります。とうとうテトスに会います。打ちしおれているものを慰める神、これこそ神様のご品性です。自信満々の時には見えない神様のお顔があります。
私たちは打ちしおれているときに出会える神様の顔を知っています。大伝道者パウロでさえ、自分が祈ってよしと思って起こした行動のことで心痛み、味気ない経験をしていたのでした。何よりも彼が怖かったのは、あのコリントの人々がキリストから離れてしまうことでした。待ち焦がれたテトスと会いました。それは神様の計らいだと彼は確信したのです。私たちを慰めてくださったパウロは、実に多く慰めという言葉を使う人です。患難を経験した彼は、慰めという言葉を、また慰めということを最も経験していた人の一人だと思います。続きます。ただ彼の到来によるばかりでなく、彼があなた方から受けたその慰めをもって慰めてくださった。すなわち、あなた方が私を慕っていること、嘆いていること、また私に対して熱心であることを知らせてくれたので、私の喜びはいよいよ増し加わったのである。テトスがコリントの人々から受けた慰めがパウロを慰めたと記されています。何が慰めなのでしょうか。それは人々があの手紙をしっかりと受け止めたことです。私たちは人から嫌われることは苦手です。怖い人だと思われることは苦手です。でもパウロが嬉しかったのは、パウロに対して怒ってないとか嫌ってないということでなく、あの嫌責をしっかりと受け止めたということが分かったからです。彼らが嘆いていたからです。彼らは自らの過ちを認め嘆いたのです。嘆いていることで慰められたとパウロは言うのです。あの手紙であなた方を悲しませたとしても、私はそれを悔いていない。あの手紙がしばらくの間ではあるが、あなた方を悲しませたのを見て悔いたとしても、今は喜んでいる。それはあなた方が悲しんだからでなく、悲しんで悔い改めるに至ったからである。あなた方がそのように悲しんだのは、神の御心に沿ったことであった。あの嫌責の手紙は、彼が案じたように厳しい手紙だったので、コリントの人々を悲しませたことは確かでした。しかし彼らは悲しんで悔い改めるに至ったのです。厳しい手紙を届けたテトスの役割は何だったのでしょうか。はいと手紙を渡して知らん顔をしてたのでしょうか。そうではなく、その手紙を渡してパウロの真意を伝え、彼らが苦悩するのを共にいて慰め励ましたのだと想像できます。テトスも傷んだ人です。ですからコリントの人々がパウロの本当の意味を受け入れて神に委ねる行動を取った時には、テトスはどれほど嬉しかったでしょう。ですから彼があなた方から受けたその慰めをもって慰めてくださったと記されている通り、まず手紙を届けたテトスが慰められたのです。その慰めがパウロに届けられたのです。ここに美しい約束があります。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いを得させる悔い改めに導き、この世の悲しみは死をきたらせる。
見よ、神の御心に沿うその悲しみがどんなにか熱情をあなた方に起こさせたことか。前に送った厳しい手紙の中で、コリントの人々に不貧困が明らかになった信者について、愛の兄弟ということで曖昧に見過ごしていたことを、誇っているのは良くないと彼は見責しました。もちろんその人を憎むことでもなく、その人のその行いを指摘するということが必要だったのです。テトスの報告を聞いて、パウロはこの教会がパウロの助言通りにダメなことはダメだとはっきりさせたことをその報告で知ったのかもしれません。この第二の手紙では、悔い改めてそのようにその人を処分した教会の人々に向かってこのように言います。私は大きな患難と心の憂いの中から多くの涙を持ってあなた方に書き送った。それはあなた方を悲しませるためではなく、あなた方に対してあふれるばかりに抱いている私の愛を知ってもらうためであった。あの献石の手紙は私の愛の表れであると記しました。これがキリスト教の愛ではないでしょうか。なあなあにしてなかったことにすることはキリストの方法ではありません。私たちの罪を神様はそのくらいいいよと許してくださるわけではありません。御子イエス・キリストが十字架にかかるそのことで許されたのです。このテトスの報告を聞いた喜びを伝える手紙がコリント人への第二の手紙です。もちろん第二の手紙には他のことも記されていますが、この手紙を再びテトスに託したと思われます。そればかりでなく、テトスにはもう一つのミッションが与えられ、またテトスはそれを熱心に自ら引き受けてコリントへ行くことにしたということがわかります。それは困窮の中にあるエルサレムにいる人たちの信者を助けるための献金募金活動です。第二の手紙の中にはこれだけでなくたくさんのことが記されていて、またパウロに対する不信がまだまだ残っているこの教会の人々に、パウロは自分の弱さを誇ることで自分の使徒職としての証明を与えようとしました。強さや正しさでなく自分の弱さを持って、そこに働く神の偉大さを彼は示しました。第二の手紙の13章には、私は今3度目にあなた方のところに行こうとしている、2度目に滞在したときに警告しておいたが、というふうに書かれています。3度目と書いているのが不思議だと思いました。第二次伝道旅行で初めてコリントに行って1年半滞在したのが1回目だとすると、今回は2回目のはずですけれど、3度目ということはこの間に一度コリントを訪問して、そこで厳しいことを言ったのだと思います。その時には多分成功しなかったのでしょう。この第一の手紙によって、テトスが届けたこの手紙によって、コリントの人々が悔い改めに至ったのだということが分かります。先ほど紹介しました使徒行伝20章の中に、ギリシャに来た、彼はそこで3ヶ月を過ごしたと書かれています。このコリントでの3ヶ月の間に、パウロはあの
パウロ神学の集大成といわれるローマ人に手紙を書いたのではないかと言われています。このコリントの人たちとのやり取り、またこの大きな経験を通してパウロが自分の信仰をまとめることに至ったのではないかと思われます。テトスはパウロからこのように言われていた人たち、先ほど紹介しましたように、彼は私の仲間であり、あなた方に対する私の協力者である、諸教会の使者、キリストの栄光である。また後にテトスへやってた手紙の中で、信仰を同じゅうする私の真実の子テトスへ、また誰にも軽んじられてはならない、そして急いでニコポリにいる私のところに来なさいという彼への思いが記されています。コリントの人々とパウロとの間の架け橋になり、パウロと共に、そしてコリントの人々と共に苦悩した人です。パウロの側にいたのでしょうか、それともコリントの人々の側に立っていたのでしょうか。どちらでもなく、彼はキリストの証をしていたのだと信じます。罪に関してそのくらいいいよというのが愛ではありません。そうでしたらキリストは十字架にかからなくてよかったのです。愛の共同体であるから曖昧にするのではなく、愛の共同体であるから神の最も憎む罪を悲しむのです。共に悲しむのです。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いを得させる悔い改めに導き、この世の悲しみは死を来たらせる。見よ、神の御心に沿ったその悲しみが、どんなにか熱情をあなた方に起こさせたことか。コリントの人々はキリストの十字架の意味を改めて経験したのだと思います。御心に沿った悲しみは、悔いのない救いを得させる悔い改めに導いたとパウロは第二の手紙で記します。テトスは共に苦悩したからこそ慰められました。パウロが嫌われなかったからでなく、パウロが権威を失ったからでなく、コリントの人々がキリストにある悔い改めに至ったから慰められたのです。悔い改めは救いに至らせる。神様の思いは一人も失わないことです。一人も滅びないことを願っておられます。魂が失われるよりは、一時的に悲しみを、また痛みを経験する方がずっと良いことを神は最もご存知です。私たちもその痛みを時折経験します。突き刺すような痛みを経験します。しかし神が求めているのは、魂が救われることであります。私たちはその神の思いを味わいながら失礼しました。この方を伝えたいと思っています。パウロはコリントの人々にこのように書きました。私たちの推薦状はあなた方なのである。それは私たちの心に記されていて、すべての人に知られかつ読まれている。そしてあなた方は自分自身が私たちから送られたキリストの手紙であって、このような愛にあふれた手紙をコリントの人々に送りました。悲しんで傷んで悔い改めて救いに至った彼らに向かうパウロの手紙です。さて、時期は確認できませんが、パウロはテトスと一緒に
クレテ島にいたことがあるようです。テトスへの手紙、それはその伝道の仕事の仕上げをするようにテトスへ宛てた手紙のようです。教会の組織を構築してキリストの品性がその集会にコミュニティに現れるように健全な教会を育てるように託している。テトスへの手紙はそういうパウロの願いで満ちています。この時もテトスは若い人であったはずです。地図の下の方にあるのがクレテです。クレテ島というところは評判の悪かったところらしいです。その評判の悪いところでパウロの伝道の仕上げをするように若者をテトスに託したのです。今日はこのテトスへの手紙については触れませんが、パウロがこの難しい課題のある教会が健全であるように教会の運営を整えるように託したのがテトスだったのは納得がいくことだと思います。今日の心のマナに書いていただきましたコリント人への第二の手紙を読みます。だからあなた方に対して抱いている私たちの望みは動くことがない。あなた方が私たちと共に苦難に預かっているように慰めにも共に預かっていることを知っているからである。私たちは神からこのように託されているもの一人一人であります。この苦難や痛みに必ず慰めがついてくるのは神様の約束であります。一人も失いたくない、すべての人を救いたいと切に願っておられる神様の心を私たちの人生の中で表していけたらと思います。恵まれました礼拝を感謝して、閉会賛美歌399番を共に賛美いたしましょう。どうぞお起立ください。
愛する神様、御子を諦めるほど私たちを切に切に求めてくださることを感謝いたします。どうか私たちがあなたのその思いに応えることができますように、この教会を祝福してください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。